ろうかなと思います。多分合宿のこととかはいろんな人が僕よりね、いい言葉で喋ってくれると思うので特に触れずに行こうかなと思うんですけど、今イギリスとかで人気の1975っていうバンドをご存知でしょうか。もしかしたら知ってる人もいるのかなっていうバンドで、知名度もまあ今度ね日本に来日してライブやるんですけど、僕ももう来日公演チケット倍率すごい高いけど行きたいなって思うけどすげえ好きなバンドだったんですよ。でまあボーカルのねマシュー・ヒーリーって人がいるんですけど、すごいかっこよくて、あこの人もマジでいいなと思ってたんですけど、1週間か10日前ぐらいかな、まあなんか雑多に言うと日本人の文化をなんかそのなんて言うんでしょうね、バカにするじゃないけどみたいな発言をしたんですよ。日本人の今までのカルチャーを全部バカにするみたいな発言をしてて、で確かに俺が好きなのは1975の音楽がすごい好きだしかっこいいと思ってるけど、そこに対するアティチュードがあまりにもダサすぎるなって思っちゃって、でイギリス人ってこんなこと言うと怒られるかもしれないけど傲慢なんですよ。イギリスのロックバンドって本当に俺たちが一番で俺たちがロックの本拠地だっていう気持ちが強いから、どうしてもその気持ちがねあるみたいなんですけど、その中でその俺が今やってる WOD は今日本だけじゃなくても俺は全政府界含めても今一番かっこいいバンドだって思っていろんな曲聴いてるし、1975の件を得て、ああなんか日本人がやるロックってなんだろう、ちゃんと耐えるところは耐えるし、ちゃんと言わないところは言わないっていう謙虚さも持ち合わせつつ、でもライブとかに行ったら本当にお客さんたちがもう一切ステージから目離さずに本当に血眼になって見てるっていう。でマシューがバカにしてた日本人は演奏中に静かに聞く、これは、まあ、ビートルズがね来日した時に言った言葉らしいんですけど、ね、雨耳に限っては静かに聞かない人たちもねたくさんいて、こういうライブがねできるのも僕は楽しいのかなと思いつつ、でもね静かに聞いてくれたりして後ろの方で聞いてくれる人がいるのもすごく嬉しいなって思いつつ最後の曲いきたいと思います。We'll be right back.
ました。